男性がこちらの長いタイプですね、33センチのこれは14ですね。さっきのやつよりは太い、結構太いやつなんですが、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は排泄障害には必須アイテム、カテーテルのことについてお話ししていきます。排泄障害にとって尿道や膀胱が不衛生であることは尿路感染につながり、ひどくなれば死につながってしまうこともあります。その中でも体内に直接入るカテーテルはとても重要なアイテムです。以前鬼バズりした排泄障害の動画では、こちらの使い回しができるカテーテルを紹介していました。ちょっと滅菌効果が弱まっても嫌なので袋から開けるのは抵抗があるんですが、ちょっと開けないでおきますね。しかし今はこちらの使い捨てのカテーテルを使用しています。中身はこんな感じの透明な、よくあるやつか透明な管ですね。こっち側を尿道に入れてこっちから出てくるものです。この2種類の違いは何なのか、私なりのメリット、デメリットをお話ししていこうと思います。まず使い回しのメリットとしては、この1本で何日も使うことができるので、お出かけの時や旅行の時などにかさばらなくて済みます。潤滑剤が中に、この管の中の液に入っているので、グリセリンを持ち歩かなくてもそのまま使うことができます。デメリットとしては、使った後に水洗いをしなくてはいけないのですが、すぐ洗面台に持っていける環境ではなく、やっぱこうどこかに置いてズボンを履いて車椅子に乗ってやっと洗いに行けるものなので、そういった時にとても置く場所に困りますし、やっぱり不衛生な扱いになってしまいます。中のその液っていうのは1日から2日で変えること、新しいものに変えることがベストなので、その液っていうのを持ち歩かなくてはいけないというのが少し荷物になりますね。で、基本的にこれはだいたい1ヶ月を目安にしてまた新しいものに変えていくっていうサイクルになります。続いてこちらの使い捨てのメリットは先ほどと逆で、使ったらすぐゴミ箱に捨てることができるので洗う手間がなくなることと、一つ一つが密閉された状態になっているので、すごく清潔な状態で使うことができます。デメリットとしては、かさばる点が多いですね。1日に例えばお外に行って6回トイレに行けますよってなったら、これを6本持たないといけないですし、それを旅行中に何泊もしますってなった時は、どん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 この本数がすごく多くなるので、その分はとてもかさばります。またこちらには潤滑剤がついていないので、私は潤滑剤、グリセリンなどを塗らなくても挿入することはできるのですが、ないと挿入できない方もいるので、そういう方々は別にグリセリンを持って置かなくてはいけないという、一応デメリットがあります。こんな感じで挙げられますが、私が使い回しから使い捨てに変えた一番の理由としては、やはり衛生面です。使い回しを水洗いして使っていても、やはり 100% 滅菌できているわけではないので、どうしても不衛生になってしまいます。そんな中でやっぱり使い続けると、ひどい尿路感染になったことはないですが、コンスタントにすぐ尿漏れしてしまうという一
膀胱炎と私は言っているんですが、内膀胱炎になってしまっていました。それがすごく嫌で、で試しに使い捨てに変えてみたところ、コンスタントにあったプチ膀胱炎もなくなったので、やっぱり衛生的には使い捨てが一番いいんだなというふうに思いましたし、かさばりはしますが、でもその自分の体の状態には変えられないなという思いがあります。ですが災害時など何かあった時にはやっぱりこの使い回しっていうのは一つあった方が安心ではありますので、予備としては持っています。女性は先ほど見せたこの長さを使っているのが一般的ですね。私はこの長さで15センチの長さの太さが 4.0、12フレっていうんだっけかなっていうのを使っています。で、男性がこちらの長いタイプですね、33センチのこれは14ですね。さっきのやつよりは太い、結構太いやつなんですが、でも男性は結局これを入れてもこう筒状の部分の長さがあるので、出る部分は結局そこまで出ないって言ってましたね。こっから上くらいしか結局は余らないって言ってました。で、私はなぜこれ持ってるかっていうと、尿検査をするときに紙コップに尿を移すのですが、この短い方だとすごくコップに移すのが大変だったので、男性の友達から何本かくださいって言って、もらって、まあ、尿検査用に何本かを持っています。今言ったカテーテル以外にもコロプラストというメーカーさんからスピーディーカテ、これですね、こちらも出ています。こちらはですね、こう出していただくと分かる、あとここにシールがついてて、これをこう壁にくっつけながらこうぶら下げて使える状態になるんですけども、こういう感じで使い捨てなんですが、もともともう潤滑油が入っているっていうハイブリッドの製品になっていますね。ただこれは軽装の男性のお友達から聞いた話なんですが、ちょっと固めに作られているそうで、中を通すときに尿道が傷ついちゃうっていうこともあるみたいで、ちょっと使い勝手が悪い人には悪いそうです。そこでいろいろ調べてみたら、ちょっとこちらの画像にあるようにパッケージが白いタイプが出ていまして、これはこのカテーテルより作りが柔らかくなっていて、柔らかい分、青い部分があると思うんですけど、青い部分がこうスライドして直接カテーテルを持たなくても根元を持って尿道に対して入れることができるという問題が解決された製品も出ました。人によって使い勝手が違うと思うので、固めの方がいい人と柔らかめの方がいい人とという感じで、出ているので、ぜひ調べてみてください。他にも探していたらスピーディーコンパクトというものがあって、こちらはヨーロッパの方で広く使われているそうなんですが、同じように潤滑剤が入っていて、使い捨てができて、で一番はこの見た目ですね、カテーテルっぽくなくてすごく持ち歩きしやすそうだなというふうに感じました。カテーテルって自費でネット購入できたりもしますが、大体の方が今かかっている泌尿器科さんから処方してもらっていただいていると思います。そうなるとその泌尿器科さんが扱っているメーカーしか使うことができなくて、新しい製品を使える機会っていうのがないですし、情報っていうのも入ってくるのがとても難しいんじゃないかなというふうに私は感じています。まあ、ですがサンプルとしていただける場合もあるそうなので、ぜひ泌尿器科さんの方にこういうのを
聞いたんですけど、取り寄せていただけますかというふうにぜひ聞いてみてください。初めにも言いましたが、カテーテルって排泄障害の人にとっては本当に大切なアイテムです。長く付き合っていくものだからこそ、使い勝手が良くて、そして自分の体や生活スタイルにより合うものを使うことが一番なんじゃないかなと個人的には思います。医療品なのでネットから情報を得ることがとても難しく、実際に使った方々の声というのがとても重要になってくると私は思っています。ですから YouTube コメントや Twitter で、私はこのメーカーのカテーテルを使っていてこんな感じですよっていうのをぜひ共有していただけたら、いろんな人にとってすごくいい情報になると思うので、使ってる方はよろしければコメントやツイートをしていただけたらとても嬉しいです。今回はカテーテルのお話をさせていただきました。私もまだまだ勉強中ですし、コロナの影響で展示会とかメーカーさんとかの情報を得れる場っていうのがすごく少なくて、より一層情報が今ないので、皆さんのコメントとか投稿っていうのが私もすごく勉強にさせていただいてます。ではこんな感じで、今日の動画が役に立った、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh.